です。お疲れ様です。まあ、今回はその養生の話か。なんで職人ってあのまあ何10から15ぐらいで現場を合わせる。お前も特に早い。まあまあまあかもしれないですね。まあまあ大きいっていうのはずっと一人でやってますけど、月3件ぐらいやるときあるんで、まあ早い方だね。だとは思うんですよ。でまあその早いっていうのはまあもちろん一生懸命頑張ってるのはまあ一つの理由とあるんだけど、やっぱ職人ってやっぱ早いの綺麗なのってやっぱ養生で変わってくるからね。あ、またバシーってやっぱ養生してるんで、ちょっと現場進んじゃった後なんで、ちょっと一部取ったところもあるんですけど、まあちょっと一個一個解説してもらおうと思います。さすらいの、なんだ、さすらいの変態カメラ。変態カメラ、いいよ、名前が。変態さすらいの変態カメラさん、ちょっと書いてしまおう。さすらいの変態カメラ。もう全部やるの？もう全部やる。あの、土間は全部やるです。土間も全部やる。土間だったら全部。もう。これ、まあ、ノースリップって滑らないやつなんだよな。あ、滑らない。こういう養生と変わらんのですけど、で、こっちも全部やってあるのね。まあ、ちょっと見えるかな、カメラで。これもずーっと、まあ、全部やってあるんですけど、それで足場のジャッキも全部上げて入れる。上げて入れる。これな。ずーっと、これ、まあ、マスカーで、まあ、塗装職人さんだったら分かると思うんですけど、こういうもの使ってますよね。こういう、ここにね、全部。これちょっと変わっとる、珍しいんだけど。これも紙テープになっとるな。紙テープになっとる。そんなんあんだな、今。いや、昔からあったんですよ。あったの、ね、ただ、値段がバカ高かったもんで、みんな買ってない。で、今、安くて、ハケ屋が出しとるもんで。あ、そういうこと。だって今紙テープ貼ってほらマスカーしよう。あ、そう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 。あ、もうこれ一撃でいけるもん。一撃でできるもんで、あの早い。あんまり値段変わらん。あ、変わらんす。これちなみに550か。550っていうのはこの長さですね。ちょっとまあ視聴者の皆さん見る、職人さんは見たら分かる。ちょっとまあここから貼る。ここ伸びていくんですよね。ああ。こうね。まあこう、まあ、こうやってなってますよね。でここで要は円切るっていうかな、色塗るわけで、でこれでビーってやって、でどっか紙でピッピッって止めていくんだな、うん、あ、じゃあちょっと次の場所行こうか。次の場所。ああこれ綺麗にやっとるね。でそれ、これお前のこだわりあるのなんか。いや、ないです別に。こだわりないですよ。いや、ないです別に。こだわりないですよ。こだわりだよ。ない。こうなる、ここ紙テープだもんね。まあ一撃でいけるとかな。一撃でいけるってこと。ガムテープ仕様のやつの場合は紙テープ貼った後に、一回貼った後にマスカー貼るってことかな。でこれは何？電気ボックス。電気ボックスはこれで検定来た時見えるようにこれ。あ、こういうのやってる。やっとるんだ。うん、ああなるほどね。ちょっとこだわってる。これ何これ？黄色いところも貼ってある。これ要は、うん、いや紫のマスカーは貼っとるんだけど、これもう一枚貼っとるね。あ、これがあるもんで。ああそういうことか、そういうことか。これ塗ったと思う。ここで逃げといて、でここはもう紙テープもう一枚貼って。なのでこう塗っても塗り込んでもこうやってなっても、まあこれ取れば取れるもんな。あ、これはまあカバーだな。エアコンカバー。ちょっとまあこれエアコンカバー。だって実際これ布みたいなやつ。ちょっとだって空気が抜けるね。これだってやったら爆発するもん。爆発するか。爆発するでしょ。爆発するか。あ、これ玄関はない。これちょっと特殊じゃん。あ、これ玄関特殊です。なんで？これ塗る。塗るんだ。うん、これ塗るもんで、でこれ紙テープだけ巻いて、こいつ金具だけ全部きれいに巻いて、開くようにこれ養生して塗るんだね。でこれこっちもそうだろ。そうそうそう。これなんでここやっとる？これ塗らないの？あ、塗るんですけど、ここ塗ったらもう取っちゃうんで、これ。あ、そういうこと。これまたマスカーの色違う？あ、これも違う。これ水と水系。これ確か100か。100かやる。150か。150かな。でピンポンもこれもちろん。あ、ピンポン、これはカメラないもんで、塞いだけど。カメラあるやつだと、カメラ見えるんじゃん。お前バカなやつが芯内で吹いちゃって画面見えない。あ、もうガム系の。あれとその職人さんもみんな知ってると思うけど、このレンズのやつは芯内で吹いたからな。あ、ダメダメダメ。吹いたらもう見えなくなるもん。もうレンズごと変えたから。ガラスはいいんですけど、プラスチックは絶対芯内で吹いた。ダメダメ。そうだな、お前はトイ巻くもんな。まあ、うちでもね、タイプ分かれるんですけど、まあこれ基本仕様ではないんですけど。どっちでもいいんですけど、これ。トイ巻全部巻いとるな。縦取りだけだろ。縦取りだけ巻いてる。横取りは巻かずに。なんでこれは、なんで巻いてんの？なんか、あの下取りがつくとゴテゴテになるもんね。まあこれもう上まで全部縦取りやってる。結構手間やね、これな。まあ、ペーパー当てる人もおるけど、うん、あの貼らずに。あ、貼らずに。だめんどくせえもんね、ペーパー、うん。だったらもう養生の早い。これ塗るんですからね。これ塗るのに、塗るもんで別に早いけど、これやっぱ塗っとる時に点々ってちょっと飛んだのが嫌だってことだろ。気に入らんもんで。気に入らんもんで貼るだけ、うん。で、これ貼っとけば何も止まんもんでってことだろ。ただシュッて貼れんね。ここ、あの、金具が全部ついてるもんね。貼れんもんで。毎回一個一個いかなかったな、これ。金具で止めなかった。金具でな。金具で止めなかった。そういうことだな。あ、もちろん窓ね。あ、これなんでここでやってんの？下、花あるもんで。ベトコン引くと、うん、あ、花潰れるもんね。花があるからね。下に花があるんですよ。花があるもんで、ここでこう逃げてきとるんですよね。そうそうそう。ここも
やってんの全部。あそこもやってる。これ開けれるようにしてほしいって言ったもん。ひさしの上もやってんだ。これ一回中塗り入れたのもん。うん、あ中塗り入れてやるの。入れてなんであのラインが綺麗に出るの。中塗り入れていくと楽なもんね。あとで、あとで なんで楽なの。あ何も入れずに養生しちゃうと、うん、まあ、中塗り入れて、まあ、2回溜め込まれたもん。ああそういうことか。で最後のだあ溜め込み時にそうそうそうやりゃいいもんで一発入れて、でなんでわざわざ養生するの。あとで塗りゃいいじゃん。いやあのそうだ誰が飛ぶのか、誰があの細かい霧が飛ぶのもう点点点って飛ぶのが、そうそうそう飛ぶのが嫌だもんね。こんなとこだってぶっちゃけ見えんじゃん。見えんそこまでこだわってんの。あそうそうそう職人やね、まあ、いいちょっと今日喋れるね。あこれ実際にやっぱこれ飛んでますね。これ今これ下塗り段階だろ。まだもう下塗り中塗り上塗りしたらもっと飛ぶわな。もうもっと飛ぶこれ下地が飛んでるもんで、要はこれを最後にペーパーでピャーって取らなあかん、うん、か、まあ、取らんでやってるとこも結構多いよね。まあ取らずに塗っちゃう人もおる。多いよね、多いよね、うん、でこういうところでやっぱ品質が変わってくるし、これめくれてくるしな。巻いてこれよう巻いてないやつおるな。でベベベって飛ばしてようおるよな。おるおる。まあうちの人間はそんなおらんけどそれは当たり前ですよみたいなこと言うやつ結構多いだろ。あおるおる。そんなやらんでいいっすよね、そこまでやらんすよねっていうやつ結構多い。おるおるおったおった。まあそんな感じです。まあ、うん、あんまり養生興味ないからあれですけど、でも好きなんだ。でも毎回毎回現場でやっとるだろ。それでももう飽きん。飽きないですね。もうこれやっとることが、あこれで仕上がりがこうなるなってイメージしながら養生してくわけだ。そうそうまあ、なんか俺からしたらなんか一番養生ってめんどくさいなーとか、ね、雑用みたいな感じじゃん。めんどくさくなるんですよ。俺結構好きなんですよね養生は。うん、綺麗にやっとるよな、うん。まあ、皆さん塗装職人さんはまあある程度知っとるんかなと思うけど、まあ、やっぱり養生一つで職人の腕も違うでね、まあ、なかなか塗装動画も撮れんけど、またこんなやつも撮ってきますんで、まあ、結構ね希望もあるみたいな。塗装の動画も欲しいって言っとるから、まあ、ちょっとまた撮ってきますんで、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。うん、またね。あ、痛い！